はい、皆さん、こんばんは。こんばんはじゃねえや。おはようございます。2018年2月の15日、朝の8時16分です。よろしくお願いします。作業枠です。タイムシフトを今後全部消します。はい、もう実際ね、さっきドレさんの放送を見ながら消してたんだよね。はい、おはよう。ランシドでやったんだけどね、もうちょい乗っかってくれてもよかったのにね、ドレさんね。全然乗っかってくれなかったよね。いや、ワドをさーって普通に言われちゃったもんね。俺のボケを潰したのはドレさんだよ。あの人、本当にお約束分かってないよな。びっくりするよな。本当にお約束わかんねえんだもん。びっくりするよ。はい、おはよう。あ、メモレーから？珍しいね。メモレーのリスナーとか珍しいね。ありがとうございます。もういい加減どれを切れ。別になんかズブズブに付き合ってないつもりなんだけどな。そんなにズブズブに付き合ってるように見える？はい、ほんとみんなドレさん嫌いだよな。何が気に食わないの、そんなに。何が気に食わないの。俺はよくわかんねえわ。メモレイと会ったことあるのかって、俺メモレイと何回もやってるし。メモレートは古いよ。どれを潰したい？勝手にやって。俺関係ないもん。どれさんが嫌いなのかよくわかんないんだって。正直。別に、俺が誰と付き合おうがよくね？別にみんながどれさんのこと嫌いなのは別にいいんだけど、強要されたくないんだよ。強要されたくないっていうか、なんか、こういう関係に口をさ、こう出されたくないわけよ。俺が誰と付き合おうが別によくね？おはようございます。いや、タイムシフト消すって。タイムシフト消すよ。もう実際消し始めてるもん。どこまで消したっけな。おはよう。なんで消しちゃうの？いや、前々から言ってたじゃん。消すよって。前々から消すって言ってたよ、俺。理由？タイムシフト残してても金になんねえからな。タイムシフト残してても金になんねえからな。全部消すよ。いや、いいよ、通常枠。全員狐枠で成り立ってんだからいいじゃん。狐枠そんなに嫌い？おはよう。狐枠全然いいじゃん。俺、やりやすいよ。俺はやりやすいね。狐にはもともと慣れてたね、ニコ生だからね。全然余裕。
余裕。重要なお知らせって書いてあるじゃん。書いてあるじゃん。タイムシフトだから見てない、だって見てるやつがいるならって別に必要ないじゃん。YouTube にアップロードしてんだから。いや、もらえないよ。TS 見てると炎上チケットもらえるなんて聞いたことないよ。だからもう全部消すことにするって去年からずっと言ってたよ。YouTube 見ればいいじゃん。だって、リスナーさんは困らないでしょ、何も。タイムシフトっていうのは録画のことね。もう今後録画残さないことにしよう。延長チケットもらえるとかだったらまだいいんだけど。ほら、アンチコメントとかね、残っちゃうから、印象がね、悪くなっちゃうから、やっぱり。いや、今後ね、イメージ戦略も大事じゃん。今後のこと考えたら。まあ、そういうことだからさ。着々と消していってますよ。いや、アンチコメント別に気にしてないけど、やっぱ初見さんがさ、びっくりするじゃん。あ、もう完全に、生放送は生放送に特化してやることにしたから。いや、横のつながりでトラブル、やっぱね、ネットに人間関係持ち込んだらダメよ。それで全部トラブルになってんだもん。要は、和道に花火投げるなとかさ、リスナーさん同士で付き合った付き合わねえで、全部配信者がケツ取らないといけないわけでしょ？めんどくさいもん、そんなの。気分屋ではないよ。いや、アンチコメは別に否定してないよ、だから。だから生放送で書いていいよ、全然。全然書いていいよ。え？ファイルが壊れてる。ちょ、勘弁してよ。古いやつ、ファイルが壊れてるって出るな。まあ、そりゃそうだよね。1年前の動画、ファイルが残ってるわけねえわな。ファイルが壊れてるって。有言実行するよ、するよ。有言実行する。え、ファイルが壊れてる、破損してる、だって。やっぱ古い動画ダメだね。古いやつ全部壊れちゃってるね。参ったね。ラブホね、行かない。めんどくさくなっちゃった。あれ？ファイル壊れてるっぽいな、これ。ダメだ。え、どうすりゃいいんだろう。ふわっちのファイル壊れてるわ。まあ、しょうがないね。消そう。
やっぱあるよ、壊れてるも。結構あるわ。あ、時間を置いたりすると見れるんだ。でも1年前の動画だよ。まあこれとりあえず保留にしとくか。YouTube で見てくれてるのありがたいですね。おはよう。ありがとね。なおはよう。この2つはいらないと。削除。はい、消えた。ありがとう。ハート花火ありがとう。おはよう。ハート花火ありがとう。誰だろう。相手もありがとね。おお、おはよう、おはよう。話変わりますが、ハゲてますよ。知ってますよ。知ってますよ。大丈夫ですよ。話変わるとかじゃなくてメインテーマだわ、それ。おはよう、パフェありがとう。パフェありがとう。おはよう。50歩100歩だよ、50歩100歩。風船ありがとう。風船ありがとうございます。50歩100歩だよ。いや、原因はさ、普通にさ、花火師さんばっかりに負担させるの良くないと思ってて、やっぱり経済的な根拠。で、生放送は生放送で楽しむべきだっていうのが俺の考え方で、じゃあアーカイブは YouTube に残そうかなと思って。そうそう、ふわっちの配信履歴を消すってこと。全部。今作業中。一つ一つ消していってる。おでこに印あるのね、これね、眉間でね、カミソリでね、切っちゃったんだよ。間違えただけ。まあ、今までと別に変わらないよ。だって YouTube 登録してないとかさ、YouTube 持ってないって人聞いたことないもん。別に問題ないでしょ。俺は生きてるな。生きてる。編集はしてないよ。編集はしてない。編集は入れるつもりないかな。YouTube アプリ？ん、プリインストールできるよ。プリインストールだよ。普通にできるよ。あ、そうそう。今後はだからもう公開しないし削除するよ。知ってる知ってる。まあ YouTube 見ないんだったら見ないでいいじゃん。それは人によるよ。任せるよ、全然。おはよう。あ、まあまあ毎日キツネだね、俺は最近。もうキツネオンリーでもいいぐらいなんだよね。
まあ、キツネ合ってるなと思って。なんか、コテハンゼからクレームが来てないっていうのが現状かな。ヘッドホンの中では棒読みは入れてないよ。みんなと同じ音聞いてる。入れてない、入れてない。あ、このファイルも生きてるな。いつまでなんだろうね。まあまあ、まあしょうがないじゃん。まあ、まあね、限定、期間限定だから。いや、重要なお知らせ、タイトルに書いてある通りでもうタイムシフト消すよってだけよ。ちゃんと読んでよ。重要なお知らせ、タイムシフトは全部消すことにしましたって書いてるじゃん。だから、タイトル読んだらわかる。タイトル読んだらわかる。そのまんまだよね。消すと。終わり。今もその作業中。ただね、1600個も動画あるから、編集しない、編集っていうか、結構その、大変なのよ。数が多すぎる。1年間で、多分ね、1000、多分2000近く動画やってるんだよね。生放送。2000近くやってると思う。機嫌悪くないよ、俺。なんで？タイムシフト消しますね。今消してますね。おはよう。非公開じゃないの？消してるの？非公開じゃないの？まあ、サーバー軽くなるし、運営は負担軽くなるから、めちゃめちゃいいと思うよ。運営さんにとってもいいはず。イエス消す理由は、なんだろう。まあ、前から消そう、消そうとは思ってて、ただそれだけ。生放送は生放送で完結させたいっていう。ただそれだけかな。なんでみんなタイムシフト見ないでしょ？タイムシフト見るの？見なくない？見てる？見てんの？おはよう。見ないでしょ？ああ、もうまあ YouTube の方にアップするからそっち見てよ。いや、YouTube の方にアップするよ、今後は。見ないでしょ。あ、見てる人いるんだ。YouTube で見てる人は今までと変わんない。YouTube で見てる人は今までと変わんないっす。おはよう。まあ、3日ぐらい残すのは全然できるよ。まあ、でもできれば YouTube 見てもらいたいかな、俺は。できれば。できればね。
フットサルは誘われてないよ。タイムシフト残すべき？いや、だから残すじゃん、YouTube に。ニコ生とはちょっと違うから、仕組みが。日付は入れる？あ、オッケーオッケー。あ、いいよ。オッケー。っていうか俺、日付入れる必要ないんだよ。動画の最初に2000何年何月何日って必ず言ってるから、日付入れる必要ないんだ。それはね、音声で読み上げてるんだよ、実は。気を使って。YouTube の人向けに。それ言う必要ない。俺、2000何年何月何日何曜日って言ってるでしょ。今、時間何時ですって。だから動画の冒頭を見ると分かるようになってる。そうそう、いらないんだ、俺、それ。今日音ずいぶんクリアっていつもクリアのはずだけど、ノイズなんか走ったこと一回もないよ俺。あ、俺の独り言？まあ独り言みたいなもんだからな、もともとな。120分を細かく分けることはできないですね。物理上無理。120分に編集点加えるっていうのは120分を全部チェックしないといけないわけだから。だからそれは無理だね。声、ああ、ごめんごめん。声が立体的。申し訳ない。これで治ったでしょ。これで治った。ごめんごめん。ありがとう。治ったでしょ。ごめんごめん。申し訳ない。これで治ったはず。治った？申し訳ない。設定間違えた。音楽聞こえてなかったでしょ。申し訳ねえ。治った？じゃあ動画のね、120から、100から180はね、無理。その出力で放送自体を作ってない。俺が。治った？いつも通り、ごめんごめん。治りました？皆さん。イライラしてないよ。ああ、ワイプみたいなので見せるようにはしたいんだよね。ただね、コメントビュアーってなくない？ふわっちってコメントビュアーあったらできるんだよ。だコメントビュアーがないからできないんだよ。コメビュってあんの？ふわっちに。コメビュがあったら可能だよ。可能可能。できるのかな？誰かコメントビュアー知ってる？いや、何のか分かんないな。ペット飼ってるからあったかめにはしてる。コメントビュア欲しいよな。ワッチってコメントビュアあんの？ねえ、画面にコメント表示させたいよね。あんの？ダウンロードページとかあんのかな？ある？グってみようか。ちょっと待って、今ググってみるわ。ダウンロードしようか。運営に希望出そうって何？何の希望？ググればすぐある。ありがとう。ちょっとダウンロードしてみっか。せっかくだから。いろいろ試そう。いろいろ試すか。ふわっちコメントビュアー。
ユーバーやってるよ。物事がうまくいかないときはほったらかしてますね。悩みから何も生まれないんで。マック。コメントビュアー使ってんだ、みんな。待って、あれ展開されないな。どこだろう。ちょっと待ってね。開く。今マンスリー何位なんだろう。いや、悩む必要ないでしょ。悩んで解決することなんかほとんどないよ。最近閲覧伸びないかな。あ、ありがとうね、52号さん。ありがとうございます。悩みから何も生まれないからやめた方がいいよ。なんだこれ。あれ見れてる今。なんか、なんとか実行しないって出てくんな。Windows によってパソコンが保護されました。このアプリを実行すると PC に問題がある可能性があります。だってよ。大丈夫かな。あ、来た来た。これをどうするの？ URL を貼るの？ちょっと待って。これをこの放送で、ちょっと待ってね。こう URL を貼ればいいのかな。で、接続かな。どうすればいいんだろう。俺の放送を URL、 これか。ちょっと待ってね。これをこうしてこうだと。で、接続と。ああ、こうやってやんだ。なるほど。で、これを、これこうすりゃいいんじゃないの。なるほどね。例え、どうすればいいんだ。こうして、ちょっと待ってね、今対応するから。こんな感じ？これでどう？これでどう？みんな。こういう感じでいいの？これでいいの？こんなのでいいの？見れてる？映ってる？どう？みんな。どうって聞いてんだけど。どうって聞いてるんだけど。ねえ。ねえねえねえ。ねえ。いい感じ？今後これでやる？今後これでやる？いいよ。今後これでいこうか。おはようございます。
いや、こうしようか。これでいいっすか。おはようございます。いや、ファンチじゃないでしょ、アンチでしょ、これ。これ設定とかあんのかな、これに。ユーザーページを開く。これ自体に設定ってないのかな。設定あるな。なんだこれ。オプションが開かないな。バグった。あれ？バグった。あれ？オプション。あれ、なんかバグってんの？オプションが開かないの？ことができればな。なんかできないのかな。ウィンドウキャプチャー、音声キャプチャー、画面キャプチャー。どうすればいいんだろう。なんかありそうだな。メディアソースじゃあな。メディアソースじゃなくて、映像キャプチャー、画面スライド、画面キャプチャー、映像キャプチャー、画面キャプチャー、ゲームキャプチャー、わあ、花火ありがとう。花火4発ありがとう。花火ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。ありがとう、挨拶でね、ありがたいね、ありがとう。すげえな、ありがとう。うん、和道さん、ありがとね。アクセサリー飽きたって、アクセサリーやってるよ、やってますよ。死ねとか言わないの。あ、いや、納期には間に合わせようと思ってるけどね。アイワード2、新八丁のコメビューどうなんだろうね。新八丁うまくキャプチャーしてるよね。新八丁はうまくキャプチャーしてると思う。
いや、作業続けよう。ステゴロ2、まあ、勝つと思うよ。勝つと思う、正直。慣れると可愛い、ありがとう。可愛がって。なんで寄り目になったの？悪魔の子供だからだよ。望まれない子供だったから。あの、人類が生み出した悪魔だから。悪魔であればあるほど目が寄るからね。あ、殴られる前からだよ。うん。セゴの練習やってますよ。やってますやってます。いや、ハーフじゃないよ俺、純日本人、純日本人でございます。愛人なんかいないよ。殴られて顎がずれたのと、あと鼻に傷が、鼻の上に傷が残ってるのと、まあぐっちゃぐちゃになったかんね。しょうがないよね。え、キツネやだ。ざまあってもうすごかったよ。なんかバケツとまで言わないけど、なんか 500cc ぐらいの流血したかんね。もう二度とやだよ。暴力大嫌いだよ。今日歌わないよ。もう歌やめた。キツネ嫌いなの。77号さん誰か教えて。あのアイテム投げてくれたら誰だかわかるからさ、なんか軽いアイテム投げて誰だか教えて。誰だか分かんないと。流血えぐい。まあ数年前の話だけどね。ポスト見たか。あ、ポストまだ見てない。うん。ああ、セフィか。セフィ悪い。あのね、やっぱね、合ってるんだよ、キツネが。セフィありがとうね。ギターは封印だね。歌枠は封印。エスキトンだって気づいたら病院だったよ。うん。気づいたら病院だった。ぐっちゃぐちゃだったもん。今振り返ると弱いとこないもん。いきなり殴られたんだもん。馬乗りになってボッコボコだったらしいよ。だから現場行ったけど、血だまりになってたもん。1ヶ月間ぐらい取れなかったもんね、血だまり。うん。あ、了解。メガマフィン。うん。まあ、次の日が痛かったね。もう鼻の骨、こっから折れてるから。こっから。こっからもうぐちゃって曲がってたから。直すときすげえ痛かった。まあ誰にやられたのとかは言わないけど、まあ昔のリスナーさんだったら知ってるよ。死ぬ一歩手前ってわけじゃないけどね。うん、昔のリスナーさんは知ってる。いや、警察には行かなかったの。うん、鼻に棒突っ込んでグキグキってやる。いや、曲がってるじゃん、鼻。ほら。これが正面の。こっち側に曲がってるでしょ。それも2回だからね。2回、1回じゃなくて2回だからね。もうだから関わらない。
いや、今でも大きい傷、配信だから分かんないかもしれないけど、大きい傷残ってるよ、ここに。ここ。こっから折れたんだもん。刀傷みたいになってるわ。ここ。がっつり入ってるよ。ここ。はい、ワード2。バグありがとう。いや、病院にも警察来たし、現場にも警察いたよ。はっきり言っとくけどめちゃめちゃ強いかんね、うん、はっきり言っとくけどめちゃめちゃ強いよ。喧嘩売るやつバカだよ。めちゃめちゃ強い。理由とかほら遺恨が残るな。やじゃん、もう終わったことだからさ。別に根に持ってないし、実際やられたの。うん、そうそう。おはようございます。おはようございます。うん、メガマフィン、マック、朝マックのメガマフィン最強。メガマフィン、おはようございます。寝てないよ。ドレさんの放送見ながら作業やった。今消してる。うん、セフィ了解。新商品食べてない。うん、朝はさ、ほらポテトのマッシュポテトって言ってるけど、あれはポテトの端っこ切って廃棄になったやつを使って再利用してるから。朝はサービスだよ。タイムシフトって録画のことね。はいよ、じゃあね。今度機会があったら食べてくださいってさ、マクドナルドの開発目線で、なんでなんで開発目線なの。何、マクドナルドの新商品の開発部の方ですか何目線で俺に頼んだの。開発部の方、ギャラください、ギャラ。あ、普通におすすめなんだ。うまっ。まあ、モスバーガーうまいよな。
パイマンクッキーうまいよ。うん。モス高い、モス高いって言うけど、実際マックとモス食べ比べてほら、すげえコスパいいよ、モスは。あの店舗で一個一個手作りしてるからね。焼いてるからね、ちゃんと。あ、モスバーガーはめちゃくちゃ頑張ってると思うよ。普通にうまいもん、モスバーガー。あれ、ジャンクじゃないよね。モスバーガー高いっていうのはね、マクドナルド食べたらわかるよ。マックの方が絶対高い。バーガーキングはまあジャンクだけどうまいね。あ、モスバーガー小さくなるとしょうがないよ。だって頑張ってるもん。経営努力めちゃめちゃしてると思うよ。ドムドム食べたことないな。いや、モスバーガー頑張ってると思うよ。モスバーガーってどこだっけ、系列。親会社どこだったっけな。モスは経営努力半端じゃないと思うけどね、個人的には。あー、マクドナルドね、ちょっと値段ね、高めになったかんね。まあまあ儲かってるんだろうね。タイムシフトを消すことがおすすめね。消す作業がおすすめじゃなくて、消しますよっていうのがお知らせね。マクドはない。そう、マックいいと思うけどな。なんでタイムシフト、前から消す消すとは言ってたんだけど、ようやくあのあれ買ったんですよ、あのハードディスク買って、あ、もうじゃあそろそろ消そうと思って。ただそれだけ、理由はあの機材が整ったから。準備が整ったんですよ。あ、メガホンありがとう、アイテムありがとう。わさびの柿は食ったことねえな、わかんねえな。152人見てるから152って表示されてんじゃん。実際書いてあるの。いや、顔出しはもともとなんで顔出さないのっていう感じだね。別になんかラジオの意味が分かんなかったから。ラジオの方が設定めんどくさいのよ。別にデフォルトでカメラの設定だったから、そっから慣れた感じだね。水増しなんかしてないよ。いや、なんかドレさんが滑った滑ったみたいに言ってるけどさ、振りの段階でいきなりさ、わざわざサムネ変えてさ、名前も変えてんのにさ、ワドーって言っちゃうんだもんな。
あそこはさ、嘘でもいいからさ、和道じゃなくてリスナーさんの体で話さないといけないのに、あの人乗っかるのほんと下手だよね。ボケ潰すのほんとボケ潰しすぎじゃない？ちょっと。びっくりしたんだけど。あんなお約束でさ、あれはドレさんだけ分かってないふりして、和道和道ってコメント書かせるところなのに、ふりの段階で潰されたから。いや、びっくりしたよ、俺。びっくりしなかった？あそこは、いやー、俺だったら、まあ、ろれつが回んない人にこういうアドバイスするかなとかさ、振りの、何？振りの段階でいきなり潰されたから、マジかよ、こいつとか思ったよ。マジで言ってんの？とか思って。それ5分は乗っかって、おめえ、てめえ、和道じゃねえかよって言って、ブチ切れて切るのが普通なのに。嘘だろ？とか思ったもん。あれはもうお約束なんだよ。ええー、そうなんだ。ああ、パンチドランカーなんだ。へえ、俺だったらこうするよとかアドバイスして、ていうかてめえよっていうお約束の流れなのに、こんなベタベタのお約束できないの？とか思ってびっくりしたもん。滑ったのはお前のせいだわと思って。びっくりした、マジで。あれはもらい事故だろ。あの人ほんと天然だよな。全く通用しねえんだもん、テンプレートのボケが。びっくりするよ。ボケにボケかぶしてきたよね。あれさ、リスナーさんでもわかると思うよ。そう、ノリツッコミもできないの？と思って。お、本当にびっくりした、あれは。引いた。引いた。マジでちょっと引いた。しかも人のせいにしたのもっと引いた。あーあーって思うよね。いやー、なんかびっくりしたね。はい、ワードツー。おー、花火ありがとう。花火ありがとう。ワードツー。誰かな。チェック。チェックします。ああ、おはよう、おはよう。頭痛い、頭痛い。あれは驚いたよな。いや、もうね、台本書かないとダメなのかなって思う時あるよ、本当に。あれ、ドルさん、俺が滑ったと思ってるから、さらに怖えと思ったもん。怖かったよ、本当に。恐怖だよ、恐怖。恐怖。恐怖ですよ。いやー、あれは面白く、逆に面白かったな。本当に、本当にすげえと思ったもん。いや、あの流れ見てごらん。本気で分かってなかったよ。本気で分かってなかったよ。マジでね。マジでびっくりするよ。いや、体育会系だから面白いんだけどね、あの人は。まあ、そこが魅力だから何とも言えないんだけど、俺さすがにベタに行ったから、今回はベタベタに行ったから、だからコメントに引っ張られるって、マジかよとか思って。ボケ通用しない、本物のボケにはボケ通用しないっていうのがよく分かった。本当によく分かった。恐ろしいよ。先月の収入、マンスリー圏外だから察してください。察してください。いや、もう、どの台本っていうか、どのお約束ならできるのっていう。もうね、本当に聞きたい。俺ね、マジで一回、説教がてらね、聞きたいわ。説教がてら聞きたい。本当に。配信者として聞きたいわ。
どれならできるのって。もう A パターン、B パターン、C パターン、俺 E パターンぐらいまで持ってるけど、全部書類に出して、書類に出してこういうパターンがあるけど、どのパターンできるのって聞きたい、本当に。マジで。あれね、だからね、その、配信者としていきなり売れちゃったからね、お約束ができないっていうのは致命的なんだよ。マジで。選んでって、もう、どれでもやれるパターン教えてって。今後の絡みに支障が出るから。本当に。どのパターンができるかできないか把握しとかないともうわかんねえよ、マジで。全部ガチなんだもん。しかも本人が気づいてなくて俺が滑ったみたいになったら嫌だからさ。あれビビるよなマジで。ありがとう。いやドレさんに一回ちょっと本気でミーティングするわマジで。あのこのパターンはこうだよっていう、なんかね、ほんとね、一回本気でネタとか冗談じゃなくて一回本気で教えた方がいいと思う俺。うん。いやだから金梅さんがさすがに苦笑いするのだんだん分かってきたよ苦笑いレベルだもん。しかもしまいにはさ、ネタ振った相手につまんねえな、お前のせいでもらい事故って、お前だわ、事故らせたの、事故らせたのお前だわ、言うだよ、言う言うだよ。あんなさ、もう素人でもリスナーさんとかああいうのガンガン仕掛けてくるよ。ラジオ放送やるってことは仕掛けてくださいってことなんだから。あれはびっくりしたよマジで。いや金梅さん苦笑い結構してるんだよ。で結構有名なの、あのドレさんがお約束できないのは。もうさすがにね、リスナーさんがそれそれって言ってるぐらいだよ。いやもう寝てるっしょマジでね。びっくりだよおじさんびっくりだよ。俺が悪いのかなってちょっと考えたもんね。俺が間違ってんのかなって。いやいや、ドルさん収入戻るよ、収入戻る戻る。あの人は人気あるから、あの一時のもんだから、一時のもん。あの顔出し放送やってね、あのあれだよ、ズラ取ればいいんだよそろそろ。あのかぶってるズラ取ったらすぐ一発で花火バンバン上がるから。うん、そう、リスナーさんって泣きながら、俺放送大好きだよってボロボロ泣きながら、すまなかったって言った瞬間カツラ取れればいいんだから。うん、ドカーンですよドカーンの深夜食堂だよ、ドカーンの深夜食堂。うん、ドレさんはハゲてるよ。あ、知らないの、ドレさんはハゲてるの知らないの。じゃあ分かった、教えてあげようか。まずね、格闘技でドレさんは異常にこうやって傾いてるの分かる、この構え。こうやって、こうやって戦ってるでしょ、わかる。あれは、ストレートは OK だよって。でも、フック打たれたら、フックを異常に警戒するの、こうやって。こうやって。こうやってやるでしょ、ドレさんの真似。これはフック打たせない。で、前回の達彦、フックガンガンいったでしょ。マジ切れですよ。てめえ、この野郎。おい。って。フックだけは。で、ドレさんダッキングしないから。俺らはダッキングするでしょ、こうやって。それはフック大丈夫だからな。ドレさんはフックは、ダッキングしないでしょ。こうでしょ。わかった?わかった?フックに対する異常な恐れがあるのよ。それはやっぱり頭頂部、ここが守るっていう。もう、頭頂部だけは打たせねえよっていう。謎解けてきた?謎解けてきた、だんだん。おはようございます。そう、クモンリュウは身長が低いからフック届かないから大丈夫なの。そうだからね、いや、そう言われたらそうだっていうの、あ、教えようか。さらにドレさんね、髪型が急に変わるの、わかる。急に単発になるの、普段変わらないのに急に単発になるの。だから2つのズラしかないのよ、そろそろかなって。で、髪の毛が切る前の枠ってラジオ放送になるの、分かってきた。いや、俺の言ってるの整合性あるでしょ。急に髪の毛切る2、3日前から急にラジオ放送になって、2ヶ月後ぐらいに。で、こう、
チェンジして、な、繋がったでしょ、全部全部繋がったでしょ。急に髪型変わるんだよ、急に。でその間にラジオ放送が入るの。だから今は彼女ができたとかそういうくだらないこと言ってるバカリスナーがいるけど、俺からすると洞察力がない。今ズラのチェンジのタイミングだから、ズラが変わったタイミングだ。あ、髪の毛切ったんだっていう流れを作ってんのよ。そう、分かってないな、本当。にわかかよにわかかよ、本当に。俺が会うときはカツラ取ってるからね。うん。俺がプライベートで会うときは、いやだから言ってるじゃん、まだ気づかなかったの、ドレさんって。配信外が面白いよって、ドレさんは配信外が面白いよって。かぶってないもん、面白いに決まってるじゃん。で俺は放送回そうって、ドレさん配信外面白いから放送回そうって言ってんだけど、いやシャレになんない、シャレになんないって。いやごめん配信外でって、そういうことでしょ。俺ヒント与えてたのに。だからあれだよ、あの大阪に今度会いに行くっていうのはカツラの相談だからね。あれカツラの相談に行くんだよ。いつタイミングはいつ外せばいいのかっていうミーティング、壮大なミーティングだから。そうだから、うなちゃんマンの時にこうやって神会が起こるんでしょ、大阪で。うん、そうズラ仲間だから、ズラ友、ズラ友ですよ、ズラ友。どの形のハゲって、だから波平だよね、一言で言うなら。波平と同い年なんだよ、波平と同い年なんだよ。検索してごらん、54歳だよ、波平と同い年だよ。波平ヘア、そう神回だね神回。なんかね、可愛がってくれるよね。でもね、きついんだって、あの人あの人本当になんかもうね、だんだんね、おじいちゃんっていうかね、お父さんに見えてきたの、だんだん。いろいろあるんだけど、もうね、俺からするとね、配信友達とかじゃないのよ。お父さんなの、もうなんか発言が。もうなんかね、お父さんがなんか可愛いみたいな感じあるじゃん。ご年配になってくるとお父さんが可愛く見えてくるの分かる。俺ね、だんだんね、お父さんに見えてきたんだよね、ドレさんが。あの友達とかじゃないんだよ、お父さんみたいな可愛さがまとってきたから。この気持ち分かる、うん、そう、甥っ子っていうかね、もう息子でもおかしくない年齢でしょ。だから21歳の時の子供だっつっても通るからね。俺が32だから、22の時の子供で。枠開けてズラズラって言ったらブロックされるからダメ。これはみんなと俺の約束、みんなと俺の、俺らのた、もう信用問題だから。これはもう俺らの秘密だよ。それはダメ、それはダメ。公共の場所でズラをバラすなんて最低な行為、ダメ。絶対やめて。コメントにも責任があるからね。インターネットっていう場所で人がズラなんて言ったら名誉毀損だから、ダメです。ダメです。そう。やばい、かわいそうだからさ。お父さんだから。お父さん。パパだから、パパ。ダメだよ。プライバシーを考えろよ、もうちょっと。そんな極悪非道なことできねえよ。考えて物申せよ。許せねえよ、マジで。いやー、人の悪口って作業はかどるな。まいったね。おはよう。夜中からずっとやってるよ。うんうん、適当なことばっかり言ってるよ。毎日適当なことばっかり言ってるよ。適当だから。適当人間だから。
いつまで続くんだろうな。ゴキブリ並みね、生命力強えかんな、俺な。ゴキブリ並み生命力強えかんな。たまったもんじゃないよな、本当にな。早く終わると思ってた人生がなかなか終わんねえんだよ。30まで生きると思わなかったもんな。本当に。配信者でハゲは武器でしょ。ハゲ、歯抜けは必殺でしょ。いや、ドレさんがね、叩かれてるのってね、結局ね、54歳なのにね、人気出ちゃったからっていうのはあると思うよ。俺ね、ドレさんは、なんつうの、おっさんなのに、なんか同期の星みたいな感じだったんだよ、最初。だから、その同年者の方に、すごく、頑張ろうぜ、頑張ろうぜって、中年も頑張れるよって中年リスナーが応援してたのに、なんかね、ちょっとで急激に触れちゃったからね、なんだこいつって 中年リスナーの反感買ったんだと思うんだよね。そんな感じしない？なんかいきなり売れたからね、事故った感じなんだよね、あれ。だから、しかもね、それで謙虚にやっとけよかったんだよ。いや、俺なんてみんなさんのおかげですよって言えばいいのに、いきなりね、俺様タイプになったからね、急にね、だからね、今まで過疎なまぬしのわけだったのに、急にね、なんか過疎をバカにするようになったからね、反感めちゃめちゃ買ったんだよ、その後に。そうそう、天狗感が、それプラスできちゃったから。だから応援してた中年の怒りを買ったんだよ、あれ。俺が嫌われてる理由は簡単。本当に嫌いなの。でしょ？そうでしょ？46号さん。俺が嫌われてる理由は、とことんリスナーさんと向き合って、とことんお互いのことを知ろうってやって、向き合って結果嫌いっていう、人間性を思いっきり嫌いだったっていう、蓋開けてみて嫌いだったの。あ、天狗とピノキオが親子。あ、うまいね。ドレさんが天狗で俺がピノキオか。なるほどね。うまいこと言うね。天狗とピノキオが親子なんだね。だって。なんだ、いいリスナーじゃん。ちょっと、プロ契約してよ。いいコメント書くから。うちの専属アンチでやろうよ。あんたプロだよ。いやいや、まあまあ、嫌われてますよ。まあ、嫌われるのが全然怖くねえよ。全然怖くねえよ。子供の頃から嫌われてんだから。大丈夫だよ。大丈夫。こんな嫌われ者がいても生きていけるんだっていう希望をね、残していかないと。嫌われ者には嫌われ者の流儀があるのさ。そう。そう、癖強いから。よく言うよね、なんか、のんちゃんと一緒にいてからつまんなくなったっていう人。正解言ってやろうか。正解言ってやろうか。のりこがいなくても面白くなかったから。ああ。のりこと付き合う前からつまんなかったから。はい、論破。はい、論破。だいたいね、のりこと付き合ってから面白くなくなったとかいうやつで、ね、のりこと付き合う前から面白くないって言ってんだよ。はい、論破。はい、俺の勝ち。ああ。守りに入った。守るものなんかねえよ、バカ。バカかよ、ほんと。だろ？つまらないのに理由をつけるのやめな。つまらないものはつまらないんだよ。面白いやつは面白いんだよ。つまらないものに理由をつけても意味がないよ。彼女には守ってもらおうと思ってるね。ぜひ、のんちゃんには俺のこと守ってもらいたい。どうしたの、ワードちゃん。いや、どうもしてないよ。守りに入ってるは働いてるでしょ。何でも、アルバイトでも何でも必死になって。機嫌悪くないよ、全然大丈夫よ。俺のこと機嫌よくしたかったら花火くれい。花火だけだ。花火はいいぞー。花火はいいぞー。花火くれ、花火。
バンバン機嫌良くなっちゃうから。天下取ったみたいな顔してやるよ、もう本当に。鬼の首取った顔してやるよ。花火くれ、花火。うん、超機嫌良くなっちゃうから。花火頼むぜ。よろしく。まあ、機嫌良くなるの俺だけだね。うん。まあ、それもいいじゃない、たまには。たまにはそれもよろしくて。ワドを稼いでる時の方がなんだろうね。最近ね、めっちゃ花火もらえんだよね。なんだかよくわかんねえわ、もう。なんで花火飛ぶんだろう。なんかあれじゃん？そろそろ、氷河期とか来るんじゃないの？これね、夏に雪降るとかいうレベルじゃないよ。氷河期が来ると思うよ、氷河期。アイスエイジ。気をつけた方がいいよ、異常気象に。俺が稼いでるとかもう天変地異だからね。天変地異。ああ。気をつけな。なんか来るよ。どでかいやつが。隕石とか。こんなのが稼いだら終わりなんだから。どうだろうね。5年後のことなんか、明日のことなんかわかんねえのにさ、5年後の考えてもしょうがねえだろ。明日すら考えられねえっつうか、5分後も考えられねえわ。だって5分後にさ、花火100発来るかもしんねえしさ、5分後にのんちゃんが発狂してバラバラにされるかわかんない人生だもん。だろ？だからもう未来のことも過去のことも考えることやめたん。過去のこと考えてももう涙出てくるし、もう残念すぎて涙が出てくるぐらい悲惨な過去だから、もう修正できないし、過去見ても悲しくなるし、未来見ても絶望感しかないから、俺は何も考えない。今をひたすら生きることにしたから。そう、今を生きるっていうのが俺の最大の現実逃避だからね。まあいいんだよ、みんなとよろしく楽しくベラベラ喋って死ぬんだよ。口先から生まれて口先で終わるんだよ、俺は。わかりる？いや、どんなのが稼げるか知らねえよ。そんなリスナーさんがアイテム気分で投げてくれてんだから、リスナーさんの気分がいい時だよ稼げる時は。だろ？俺のタイミングで投げられるんだったら投げてくれっつったら投げてほしいよ。投げてくれってお願いして投げられたことなんかないもん。リスナーさんが今日もバカだねっつって投げてくれんだよ。だろ？だから知らねえよ。知らねえ。リスナーさんに聞いてくれよ。うん、いや、花火師さんもねえ、好意で投げてくれてるけどさ、人間関係だからいつ嫌いになられるかわかんねえぞ。まあアンチはね、安心感あんだよ。いつも嫌いだから。うん。アンチは俺のこといつも嫌いだから。多分ね、俺が死ぬまで嫌いだから。そこはね、大丈夫。ただね、囲いの人がね、いつまでも囲ってくれると思うなよ。なあ。囲うと思うなよ、いつまでも。アンチを作るの得意なんだから。いつでも嫌いなんだから、アンチは。何やっても嫌いなんだから。もう安心感が半端じゃないよ。安定感が半端じゃない。なんで和道さんばっかり嫌われんの？嫌いなんじゃないの？うん、知らない。嫌いなんでしょ。嫌いなものに理由なんかないんだよ。蛇嫌いっていう人は生まれつき蛇嫌いなんだよ。理由なんか聞いても意味ないんだよ。犬嫌いって言った人は犬嫌いなんだよ。夜寝てないよ。作業やってた。で、ドルさんの放送終わったから、まあ見るもんねえだろうなと思って。まあ作業枠でね、申し訳ないけど、まあ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 、何もないよりはいいかな。見るもんないんだったら、やらなきゃっていうのは使命感だよね。あ、俺の顔好きなの？うん、ありがとう。好きって言われると、なんかドキドキするね。嫌いって言われることの方が慣れてるから。うん、ドキドキするからやめて、俺のこと好きっていうの。うん、人に好かれなかった人生だから。ご飯、今マック食べた。まあ面白かったらまあアンチでも構わねえからフォローぐらいしてってくれよ。フォローは頼むよ。別にブロックとか入れねえからもう。俺も反省したからさ。ブロックだけはもうやめたんだよ。まあよろしく。
着々と動画が消えていってるよ。着々と動画が消えていってる。うん。連投ブロックも入れてないけど、注意はしてるかな。うん。連投もブロック入れてないけど、連投なんて意味ないから。一回スルーしたコメントはスルーしたまんまだよ。うん。なんで消すの？いや、YouTube に上げようと思って。うん。だから見てないでしょ、みんな。懐深くなったっつうかね、実はね、俺の配信を変えたのね、先月のドレさんなんだよね。うん。なんドレさんに聞いたの。なんでアンチブロックしなくなったのって。よくないよって言ったら、アンチいねえとつまんないような気がしたんだよねって言われたから、あ、俺超えられたって思ったの、正直。ドレさんがボソって言ったの。ドレさんアンチにピキるから、ドレさんブロックしなよって。前の方が良かったよって言ったら、いや、アンチがいた方が、配信面白いような気がしたんだよねって言われた時に、あ、やばいと思って、あ、この人俺を超えたわと思って、そう。完全に超えた発言じゃん、それって。あ、で、あ、俺このままぬるま湯に使ってたら死ぬなと思ったの、配信者として。あ、ドレさん超えたわと思って。それで、なんか悔しくて、アンチブロックやめたの。全部解放して。あ、そうなんだ。金梅さんに言われたんだ。そう。だから、ドレさんが原因。まあ、ドレさんは金梅さんが原因なんだろうけど。うん。そうそうそう。教えられる側になっちゃったんだよね。気づいちゃったんだよね、ドレさんが。あ、だから俺も気づかされたから、そこで。よかったんだけど。うん。あ、変わんねえとやっぱダメだなと思って、そこは。うん。閲覧もひどいし、マンスリーも圏外になったし、花火も上がんなくなってて、やべえなと思ってたところでそれ言われちゃったから、まあまあいい気づきだったよね。うん。まあね。うん。実際アンチが盛り上げてるっていうのは間違いないから、そこは素直に感謝しねえとなと思って。そういう感じかな。まあこんなもん言うことでもないかもしんないけど、人様に言うことじゃないかもしんないけど、まあ理由はそれだよ。うん。悲しいけど、悲しいけど、だからアンチの勝ちなんだよ。ありがとう。俺もキツネ枠全然楽しいよ。だから開き直ったんだよね、いい意味で。別に今何にもないよ。うん。そうだね。まあまあ。まあアンチとよろしくやってくよ。うん。バカ野郎、ズラを取らせるのは俺の仕事じゃねえ。アンチの仕事だよ。アンチに仕事奪ってどうすんだよ。アンチの手柄でしょ。情報は提供したよ。そうそう。光が差すところには影があるんだよ。そう、スポットライトが欲しかったら影も受け入れないといけないんだよな、影どもな。俺をピカピカに光らせてくれよ。頼むぜ。ウナがオワコンになったのも全部それだろ。スポットライトの光をね、強くしたいからね。頼むよ、影くん。君たちの活躍にかかっているよ。え、シャちゃんうんこした？シャちゃんうんこした？うん。部屋がボックスしてる。いいよいいよ。うん。空気も変えてあげな。アンチの怖さ、俺が一番知ってると思うけどな。どうだろう。配信者の中でもアンチの怖さを一番知ってんの俺だと思うけど、違うのかな。とことんアンチと向き合ってきた配信者だと思うけど。俺かツバニャンかって感じじゃないの。知ってるだろ。シャンマンはね、もうアンチブロックしまくっちゃってるからね、もう裸の王様だよな。まあさすがにもう今のシャンマンには憧れは一つもねえわ、正直。
配信者としてすげえかっこいいと思って追っかけてたけど、幻想だったな。佐野は本当に終わってると思うよ。だってドレさんが越えられた壁を越えられてないんだもん。要はもう裸の王様翔太だの。ああ、死にたいと思ったことあるよ、俺にも。本当にあのビルの屋上立ったことあるよ。まあ、勇気が出なかったな。俺には死ぬ勇気なかったよ。まあ、目が覚めてよかったらわかんないよ。結果論だから。うまくいかないかもしんないし、俺も結果出してるわけじゃないし、稼いでねえから。まあ、そんなのわかんないよ。最後に生きてたやつが勝者でしょ、この世界では。でもまあ、勝つか負けるか決めるのはリスナーだからな。死ぬのは無理だな。怖えな。俺にはそんな勇気なかったな。俺にはそんな勇気なかった、正直。そう、死ぬ勇気がある。いや、死ぬのって超怖えから。あと一押し？うるせえよ。何追い込もうとしてんだよ。長生きしたら勝ち、どうなんだろうな。人によるんじゃないの？まあ、俺は楽しんだやつが勝ちだと思ってるね。笑ったやつが最強だと思ってる。最強っていうか無敵だね。最強の上の概念だって、敵がいないのが最強だから、最強の上だから。俺は最強になんかなりたくない。無敵になりたいの。あ、常に笑って死にたいんだよね。あ、もう最高だったわーっつって、もう人生悔いねえわーっつって、もう超楽しかったねって言って死にて。No。 あ、じゃがいも王子をどうにかする方法を教えてあげようか。答え、実は配信者はどうにもできるんだよ。配信者を潰す唯一の方法を教えてあげるよ。みんなが見ないこと。配信者を唯一殺す方法はこれ、見ないことだよ。見ちゃうから負けるんだよ。見ちゃうから負けるの。見なきゃいいんだよ。この世にいないのと一緒だから。配信者殺すのなんか簡単だよ。あなたがブロックするんだよ。終わりだよ。簡単に殺せるよ、配信なんか。俺らは見られなくなったら終わりだからね。だって見られてるから、その価値があるように見えるだけだもん。見られてるから存在意義があるんだもん。見なきゃいいじゃん。死人だよ、そんな配信者。殺せばいいじゃん。ブロックだよ、ブロック。俺の配信はブロックしないで。俺の配信はブロックしないで。頼む。最近ね、ドレさんのところで花火上がってるけど、コメント欄に俺表示されないんだ。びっくりするでしょ。ドレさんが花火ありがとう、にゃんって言ってる時に、俺、表示されないんだよ、コメント。俺、ブロックされてんだよね。誰、誰、誰ってなるでしょ。どなた、どなたって。びっくりするよね。いや、ブロックだけはやめて、ちょっと。本当に聞くから。俺をことをブロックしたやつが花火投げてると思うとゾッとなるから。釈迦荒ぶってるね。いや、相手がブロックしたら俺見れないから、コメント。いや、ブロックだけはちょっと勘弁して、本当に。別に、ハゲなのなんだも別に構わねえから。ちょっとブロックだけは本当にやめてね。いろいろと。いろいろとよろしく。リスナーからブロックされたらもうオワコンでしょ、本当に。オワコンだよ、オワコン。
ブロックしてない今。寝てないね。おはよう、おはよう。いや、懐かしい動画とか出てきてさ、タイムシフト1年前の見てるから面白いんだよ。例えばさ、こんな配信やってたんだな、ふわっちで。これ、ふわっちやってた配信っぽいんだけど、俺も覚えてないんだけどさ、チャリンコでさ、新宿を爆走する配信とかやってたんだな、俺。ふわっち来たての頃。面白くね？ふわっちにこれ来たばっかりの頃なんだけど、なんかチャリンコで爆走してんだよね 意味がわかんなくない？なんかチャリンコでね、いろんなところ爆走してる配信とかあって、何にこれ需要があるんだろうとか思いながら自分で。新宿をね、爆走してるんだよ。何なのこれとか思って、自分で見ててもよくわかんないコンテンツなんだよね。これに何の意味があるんだろうって 意味がわかんないでしょ、見てて。ただひたすらね、チャリンコで迷走してるよな。チャリンコひたすら漕いでるんだよね。何なんだろうこれ。なんか迷走してたんだろうね。いや、なんかチャリンコ漕いでたんだろうね。そういう気分だったんだろうね。完全に電波の無駄遣いだよね。もうこんなのは削除だよ、こんなの。うるせえな。必ず会うかどうかは俺が決めることじゃなくてあなたが決めることですよ。いつも言うんだけど、花火投げるか、コメント書くか、フォローするか、会いに来るか、全部決めるのは、決定権があるのはリスナーさんで、俺の問題じゃないよ。俺は常に待ってるとしか言えねえんだよ。俺にできることは自由に喋ること以外何もない。自由に喋ること以外許されてないんだよ。だから、もしアクション、例えばコメント書く、フォローする、ブロックする、花火飛ばす、会いに来る、ステッカー買う、それを決めるのはリスナーさんだよ。メガホンありがとう。投げたくなる雰囲気なんかないよ。投げるって決めた時が投げられた時だよ。そう、勇気もクソもないんだよ。投げるか投げないか決めりゃいいだけじゃん。それを決めるのはあなただよ。何がキモいの？俺は別に普通なこと言ってるだけだよ。投げるか投げないか決めるの俺じゃないよ。だからリスナーさんで会ってみたい人とかじゃなくて、それを決めるのは俺じゃないって。俺は相手が誰だか分かんないで喋ってんだもん。いや、面白いかどうか分かんないよ、そんな。いや、大体ね、会ったらびっくりするよとか言うやつに限って大したことないやつなんだよ。とんでもねえ、ブスでびっくりしたりするんだよ、大体。もうとんでもねえな、つって。本当にびっくりしたわ、つって。大体ね、そういうこと言うやつは本当にね、しょうもないんだよ。本当にすごいやつはびっくりするよとか言わないから。大体ブスでびっくりするんだよ。とんでもねえわ、つって。もう釈迦来たの。おはよう。投げるのやめました。やめればいいじゃん。最初から投げる気なんかなかったんだよ。投げてる人は勝手に投げてるから。もう俺そういうね、言葉のトリック信用しないようにしたから。投げるやつは投げてるので、投げないやつに限って言い訳すんので、投げないやつにもう期待も何もしないよ。投げてる人に感謝しかしないから。そういうね、なんか人のことをね、惑わそうとするバカなリスナー俺大っ嫌いなんだよ。投げねえのに、あ、やべ、消しちゃった。投げないのに理由言うなよ、ダセえから。投げないやつは投げないんだよ。俺知ってんだよ、もう。投げてくれた人に感謝だけするよ。投げたくないんだったら投げんなよ。意味ねえから。シャちゃん、ごめん、どいて。俺、そういうの一番嫌いなんだよ、もう。そんなのに振り回されねえわ。別に金なんかなくたって配信続けっから。ああ、めちゃめちゃ面白かった。ありがとう。いや、それ正解でしょ。いや、正解でしょ。そう思わない？もう投げませんとか知らねえわ、そんなの。
投げてる人、そんなの知らねえわ、本当に。金金言うよ、金金言うよ、食ってくもん。だけど、もう投げませんって、投げてるか投げてないやつか分かんないやつに言われたくないもん。投げてる人に失礼でしょ。そう、投げてる人は投げてるから。アンチ作るのうまいのかな。そういうなんか思わせぶりなの嫌いなんだよ、もう振り回されるから。そう、今あるものに関、投げてくれた人に感謝だけする。そう、今投げてくれてる人に感謝だけする。うん、ありがとう、ハートありがとう。和道さんにいつも投げてくれる花火師いるでしょ？いるよ。いるよ。いるいる。おはよう、バガーありがとう。おはようございます。どうしたの、シャーちゃん。え、シャーちゃん、おいで。はい、おいで。いい子だからおいで。何よ、おいで。そんな引っ込んじゃってダメでしょ。おいで、シャーちゃん。よし、いいか、いいか、いいか。おいで。もうつまんないから投げるでいい、投げないでいいんじゃないの。つまんないのから投げないはいいじゃん。ハートありがとう。シャーちゃんは天使だね。かわいいでしょ。かわいいでしょ。いや、わかんないよ。花火師さんが永遠に花火くれるとはね、そんなのわかんないからさ。一生面倒見てくれるとは思ってないよ、俺も。人にはいろんな人生があってさ、辛い時もうまくいかない時もあるんだもん。で、花火師さんに依存したくないのね。一生面倒見てくれんだ、この人なんてっていう、そういう淡い期待はしないようにしてる。そうじゃなくて、もうなんか今いる人と向き合っていくっていうことが大事だよ。で、その都度その都度いただいたアイテムに感謝できるか。そうそう、ひなの時から買ってる。依存したら負けじゃん。ペコそっちいんの？結構部屋？じゃあ、のんちゃんと遊びな。俺が大好きなんだよね。依存しねえよ、別に。依存してるだろ、ゴミって言うんならさ、158個お前それくらい花火投げてんのかよ。言ってく、投げてから言えよ。なあ、それくらい俺に投げてんのかよ。なあ、大花火ありがとう。俺ねえ、158号さ、依存してるだろ、ゴミって。お前そんだけ言えるぐらい俺に花火投げてんのかよ。俺にそんだけ花火投げてんだったらなあ、投げてんのか。お前にいつ依存したんだよ。誰だてめえ、そもそも誰だてめえだよ。俺からしたら誰だてめえだから。何がホラなの、何がホラなの。ここはいいの？いいよ。もうじゃあこっちにいるわ。花火投げる人はそんなこと言わない。頑張れよしか言わない。俺はだからその都度その都度しっかりやっていくために今頑張ってんだよ。牙を磨いてんだよ、牙を。聞かないよ俺は。人の言うこと聞かないからこんな生き方になったんだから。タッチ悪いよ、俺は。いや、水増ししたきゃ水増しすればいいじゃん。俺はやらないってだけで。水増しなんか勝手にすればいいじゃん。これ文鳥。文鳥ですね。スズメぐらいの大きさ。
ペコはね、クリーム分庁だから、紫外線弱いの。釈迦も俺のこと大好きでベタベタで離れないんだよ、こいつ。噛みついたりするよ。でも釈迦はもう噛みつかなくなったね、よっぽどのことがない限り。子供の頃はね、噛みついて喧嘩もしたけど、釈迦、来た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 、ストーカー来た。これがシナモン文鳥で、あー、ダメだっつうの、なんで喧嘩すんの、ペコ。そこ着地できないでしょ。もうペコが釈迦のこと大好きで、釈迦はペコ大嫌いなんだよね。おい、来い、暴れん坊。これはね、シナモン文鳥、子供。まだ1歳にもなってない。やっと大人の羽になった。文鳥懐くよ。まあ見ての通り、もう言うこと聞くよ。2匹だよ。まあ、暴れん坊なこっちはオスで。釈迦とペコ。こっちが白い文鳥で、こっちがクリーム文鳥。ああ、ダメダメダメ。ダメだよ。まあまあ、ちょっと、まあ、仲悪いね、二人は。可愛い子供だから。で、のんちゃん大好きなのがペコ。ペコはもう俺の言うこと聞かない。で、飛ぶのがうまい、あいつは。で、イケメンなの。多分ね、小さい時可愛かったっつっての、死んだナユタだわ。ペコ小さい時見てねえわ。見せてないから、それ、踏み潰しちゃったナユタだわ。ナユタは死んだ。そう、可愛かったねって、ペコ見せてないから。ペコおいで。いや、今度のセコンドは鮫島さんにお願いしようと思ってる。文鳥7年ぐらい平均。長いことだと12年ぐらい。ペコおいで。ナユタは踏み潰しちゃった。餌代はね、月500円ぐらい。高いやつで500円ぐらいだから、まあ1ヶ月200円とかでも普通の餌はある。あ、ポチエムとボクシングするの本当だよ。おいで、ペコ。もし生で見たい人は、予約して DM くれたら、DM か LINE くれたら、25人まで観客入れられるから。いいの、いいの、いいの。ペコおいで。ペコ気に入ったんだって、ここ。いいとこできたっぽい。気に入った場所ができた。ポチームやるよ。文鳥は可愛いよ。ペット自体は3000円ぐらいだけど、カゴ代とかの方が高いね。カゴとかがだいたい5000円ぐらいかな。だからまあ1万円ぐらいから飼い始められるよ。おはようございます。ペコ、ペコおいで。ダメだ、二人とも。ペコおいで。ペコ、ペコは言うこと聞かねえな。そうそう、ポチエマは元リスナー。もうガッチガチの囲いね。もう今アンチになっちゃったけど。これくらいベタベタだと可愛いよな。1500円で全部の見学ができて、鮫島さんが枠回し、ヒカルくんとテルと達彦と俺の今4人が練習やる。で、練習2時間見学して、あと2人配信者誘うんだけど、で、リスナーさん飯食いながらなんか見学できるようにして、飯でも酒でも勝手に買ってきてもらって、ただ見学料の場所代だけ1500円もらう。で、最後にその元リスナーのポチエムっていう人と本気のボクシングで蹴りつけるみたいな、そういう感じだね。いや、理由はないよ。もう別に、過去の全部消すだけ。今、もうだいぶ消した。20個くらい消したね。
釈迦？うん。あ、うさぎまんじゅう、俺の母親に顔そっくりなんだよね。俺の母親に顔そっくりなの。うさぎ番長を見てるとね、だからね、母親思い出すんだよね。若い時の母親にそっくり。あのね、3月の25にやる。そうそう、YouTube のみで公開だね。あ、ガチアンチなのは知ってるよ。やる意味あんのか？いや、ギャラもらうからね。2万もらうから。いいじゃん。ペコなんかどっかいるよ。いや、ギャラもらうよ。だって向こうがその条件なんだもん。向こうが出してきた条件が。ギャラ出すからやらせてって。いいよっつって。ギャラもらうよ。これ3行ぐらい出さないとダメだな。あ、頑張る頑張る、ありがとう。179号さん、ありがとうね、頑張るよ。後ろのんちゃん、あ、ペコだ。あれ？シャコは？あ、こっちいた。仲良くすんだよ。早い、飛ぶの早いな、ペコは。ペコ飛ぶのうまいんだよな。あ、喧嘩してない。あれ、喧嘩してない。あれ、仲良くなった？おお、仲良くなった？あれあれあれ、どこ行くの、どこ行くの。あ、そっち行った。2匹そっち行った。のんちゃん2匹行ったよ。え、行ってない？ああ、違う。ペコはこっちだ。いる？ 2 人。潰さないでよ。もうカゴ入れといて。ペコはすっごいうまい、飛ぶの。ペコはめちゃめちゃうまいね。いや、囲いとアンチは同じ属性だから。なんかいつも言ってるんだけど、囲いもアンチも一緒なんだよ。だから、なんつうの、思いが強いやつが、アンチになったり、囲いになったりするだけなんだよ。あんまり意味ないよ。アンチとか囲いとか。だから、自分の都合のいいと囲いになって、自分の都合の悪いとアンチになるんだよ。そう、表裏一体だよ。だから、思いが強いリスナーのことなんだよ。彼女は昔よくね、横に座って配信やってたんだけど、もう嫌になっちゃったんだよね。みんなにいじられるから。整形だの、なんだの、ブスだの言われるから。加減はしない。加減はしない。加減をしたら失礼だから。殺す気でやるよ。アンチが花火投げてるパターンもあるんじゃん？わかんないけど。まあ、花火投げるアンチはそれこそ楽しんでる人だと思うよ。遊びが上手な人だよ。キャバクラでめちゃめちゃブスとかさ、キャバ嬢とかに言ってもシャンパン入れる人っているじゃん？粋な人って。遊び方上手な人でしょ。アンチでも花火投げる人は。江戸っ子気質なんだよ。そういう人はいるよ。散々悪口言って、散々こき下ろして、最後花火投げて、じゃあな、頑張れよっつって。もうそれはセンスだからな。だからそういう人は粋なんだよ。粋がってるんじゃなくて粋な人ね。いや、メンタル弱いくて、狐枠って別に、何？なんか、狐枠にあったら殺されるとか聞いたことないよ、俺。
YouTube に本格移動だね。あれ買ったんだ。ハードディスク3テラ買ったから、全部今お引越し作業中。カフェパリ？カフェパリはダッセーな。関わりたくないんだったら関わらなきゃいいんだよ。断ればいいんだよ。風俗行って説教するのはただの頭おかしいやつだろ。いた客って言うんだよ、いた客って。あ、 YouTube から来てくれる人実際多いよ。 YouTube から見始めて生放送見たくて来ましたって。たくみさんのおかげだよ。いや、 YouTube 別に大したことやんないよ。今まで通り生放送のアーカイブ残すだけだね。いや、花火投げてもらったらさ、アンチじゃないでしょ。スポンサーでしょ。口の悪いスポンサーでしょ。ただの。それは、ね、そうでしょ。タトゥー入れたいんだけどね、リスナーさんにダメだって言われてやめた。32歳でお前タトゥーデビューはないわって怒られた。俺はね、入れたくて便所さんとかにも相談したんだけど、便所さんもやめておきなって、綺麗な体ならやめた方がいいよって。いや、別にアンチ増やそうと思って増やしてるわけじゃないよ。俺だって増やしたくて増やしてるわけじゃない。リスナーさんととことん正直に向き合った結果、俺のこと嫌いなやつがいっぱいいるってだけだから。いいんだよ、嫌われたって。言いたいこと言うために配信者になったんだよ。ありがとうございます。スワッチでね、稼げんのかね、どうなんだろうね。向き不向きがあるからな。そればっかりはわかんねえよな。言いたいことをうまく言えないから対立するんじゃないのか。いや違うね、俺客に媚び売るようなやり方が大嫌いなんだよ。もうこれくらい作業いいかな。だいぶやったから。いや、違うんだよ。客を小馬鹿にするっていうかさ、例えばさ、俺がね、わぁ、ねんにんさんありがとう、なになにさんありがとうって言ってるやついるだろ。わぁ、なんとかさんすごいですね、尊敬しますって。面白いか、こんなの。なぁ。かっこいいって。ヘドが出るんだよ。媚び売りたくねえから俺配信者やってんだわ。媚び売りたくないから、サラリーマンできねえからこういうことやってんだ。客に頭下げられねえからこういうことやってんだわ。あ、バカにされてんのと一緒だろ、うん、バカにしたくないの、リスナーさんのこと。人として向き合いたいんだ俺は。そう、人間なんだからさ、そのなんだろう、考え方が違うってこといっぱいあると思うんだよ。あ、俺媚び売りたくねえし、うん、それだけ。うん。いや、こびてないじゃん。こびてなくてこんだけ花火上がってんだ。俺こびてねえじゃん。こびてなくても稼げるって証明してんじゃねえかよ。だからプライド捨ててこびんなっつうの。こびてねえじゃん。花火師から塩対応すぎてなあ、お礼のメールもケアしねえって言われてんだから。お礼の電話もお礼のメールすらケアしねえって、お礼の DM すら来ないって。俺がリスナーと対等だと、てめえこの野郎、おい、俺がリスナーと対等だっつってんのか、この野郎、おい、誰が対等だよ。
誰がリスナーと対等だよ。おい、リスナーの方が上だぜ。どうだ、こびられた気分は。どうだお前ら、こびられた気分は。プロのこびはどうだ。プロのこびはどうだった。嫌だったろ、なんか頭にきたろ。そう、今のがプロこび。キモかったでしょ、キモかったでしょ、当たり前のこと言うなよっつって、うるせえわ。いい顔してた。あ、そう、こびようかな。こびっこびでいこうかな。でもこびても花火上がんねえじゃん。いや最近これ気に入ってるんだろうね。ニコ生で持ってたストックを、引き出しをちょっと開けてんだよ最近。ニコ生の引き出しを開けてるだけ。殴りたかった。はい、すいません。声無理。はい。稼ぎたいならもっと派手しなこと無理って。稼いでんじゃん。うるせえな、人の稼ぎにとやかくよ。俺の稼ぎと何の関係があんだよなあ。俺の稼ぎと何の関係があんだよ、お前の稼ぎと。人の稼ぎ、人の財布をぐちゅぐちゅ言うんじゃねえよ。稼げねえときは稼げねえし、稼げるときは稼げんだよ。ちょっとお前、マンスリー、ちょっとお前、先月県外のときはよ、フルボッコにしてたくせによ。ちょっとお前、花火師さんがね、羽振りが良くなったらこれかよ。何なんだよ、本当に。なん、俺が花火いくらもらうか、おめえに関係あんのかよ、じゃあ。知らねえよ、てめえが賃貸収入で寝捨ても金湧くって。俺に投げたことあんのか、関係ねえじゃねえかよ。てめえの自慢する枠じゃねえんだよ。知らねえよ、そんなの。おめえが稼いでるか稼いでねえか。俺に投げてから文句言え、バカ。ゴルフ行け、ゴルフ行け、行け、ゴルフ行け、バカが。ゴルフ行け。呼んでねえわ。俺に投げてから言えよ、ゴルフ行くんだったらよ。嫉妬だよ、何が悪いんだよ。家賃収入羨ましいだろうがよ。俺だって嫉妬するわ。俺だってゴルフ行きてえよ、バーカ。俺だってゴルフ行きてえよ。行ったことねえよ、一回も。俺だって行きてえよ、ゴルフ。連れてってくれよ、お前のおごりで。ゴルフ行きたいでしょ。ゴルフ、インスタ映えが半端じゃないからね、なんて言ったって。インスタ映えが、あー、来た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 、あれ、すいません、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンタスティック。ファンタスティック、わかんねえだろ？リスナーさんの気分だろ？言っただろ？リスナーさんの気分なんだって、こればっかりは。わかる？リスナーさんの気分なの。わかる？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。花火もらった時だけこびるな。こびるに決まってんだろ！こびるに。花火師舐めんなよ。花火師はリスナーじゃないから。わかる？さっきまではリスナーにこびないって話の。リスナーはこびない。花火師は別。花火師は別。わかんねえのかよ。わかれよ。大人になれよ。大人になれよ。大人になろうぜ。大人になろう。なんで？タイムシフト結論。YouTube に上げるよ、今後。ゼニゲバっていうの？最低？じゃあ、じゃあ分かった。じゃあ、もう本音で話そう。本音で話そう。
一つだけイエスかノーで、あ、もう好きか嫌いかで答えてね。二択ね。好きか嫌いか。お金好きだろ。あ、お金好き嫌い腹割って話そう。今日は腹割ろう。俺も本音で行く。お前らも本音で行こう。好き嫌いねえ。好き嫌い本音で行こうぜ。お金好き嫌い俺は好き。大好き。好きってバカがいる、バカが。大好きって仲間じゃねえかよ。仲間じゃねえかよ。仲間じゃねえかよ、俺ら。こんなに意気投合したの初めてだな。このクズどもが。ゴミクズどもが。ああ、俺も大好きだよ。お金は大好きだよ。うん。そういうことだよ。そういうことだよ。初めてだな、こんなに分かり合えたの。好きとか嫌いとかじゃねえだろ！好きーだな。うん。そのコメントいいな。うん、お金っていいな。うん。だけど、俺は、お金よりも、リスナーが好きだぜ。はい、はい、ハートは静かみ。はい、はい、200人全員の心掴んだ。全員の心掴んで今。TCP 超えたでしょ、今。お金よりもリスナーが好きだぜ。あ、来たね、これ。爆上がり。株価がもうすぐ、ストップだか、ストップだか。あ、やばいやばいやばい。本当に。好感度爆上げ。好感度爆上げですよ。花火。あざーす。あざーす。ごっつぁんですと。あざーす。あざます。はい。どれの深夜食堂嫉妬中。はい。絶賛どれの深夜食堂嫉妬中。はい。あざーす。ごっつぁんです。ありがとうございます。あー、今日はやばいね。なんだこれ、なんだこれ、始まっちゃったよ。ありがとうございます。なんだこれ、花火が止まらんな。どうしたの？どうしたの、これ。うん。聞きそびれた？聞いて、ちゃんと。聞いてください。うん。どれ見学中？やばいな。キツネ枠大正解だな。俺の花火師フォローさせねえかんな、ドレシーン。ドレシーン。ドレシン、俺の花火師をフォローしようとしてるだろう。なんならツイッターでご挨拶に伺おうとしてるだろう。どれの深夜食堂と申します。ぜひ私の放送一度ご覧くださいなんて、お前挨拶させねえかんな。ドレシン、ここはキツネだ。ここはキツネだ。キツネ100万コースなんかいく。ありがとうございます。よくわかんないけど花火ありがとう。俺もよくわかんないよ。大丈夫だよ。俺もよくわかってないから。みんなよくわかってないから。くぬやろう、くぬやろう、つってね。うん。適当にやってるやつが一番強いんだよ。適当にやってるやつが一番強いんだよ。わかるか？適当に勝てるもんねえかんな。適当は。うん、俺は、あ、ドルさん見てるな。震え声。これドルさんでしょ？ 47 号。うん。わかった。じゃあ、わかった。約束しよう。100万いったら、ワド、フランスに渡米します。来たね。100万、今月100万いったら、フランスに渡米するわ、俺。それでどう？渡米の意味がわかる。何？うるさい。黙って。フランスに渡米しようぜ。どう？今月100万、マンスリー100万いったら。うん。うるせえわ。にわかだ、こいつ、にわか。また一つ俺のギャグを潰した。考えられない、考えられない。俺のギャグ潰しやがった。見た、見た、今。見た。配信にしゃしゃるとこうなるんだよ。彼女が配信にしゃしゃると、見た、今。人のギャグ潰したよ、今。人のギャグ。見た、これ、どれの深夜食堂みたいなことやってるよ、これ。ねえ、せっかく渡米で笑い取れるのに。今、彼女が僕のギャグ潰しましたよ、皆さん。見て。今ね、俺の彼女がね、ギャグ潰したよ。配信者のギャグ潰したよ、今。あー、ないわ。あー、
どれみてえなやつだな。もうこのギャグ使えないわ。このギャグ。このギャグが死んだよ今。このコメントで書かないといけないのに。飛べって書かないといけないのに。うん。ああ、また新しいの考えるから大丈夫だよ。のんちゃん大丈夫だよ。ごめんて。のんちゃん大丈夫だよ。ごめんて。大丈夫。新しいの考えるから。ベネチアがフランスも大丈夫だからいっぱい考えるから、うん、頭悪いふりするの大変だな。バカ向けのコンテンツ作るの大変だな。バカ向けのコンテンツ作んのバカ向けバカのふりすんのつれえなバカのふりすんの疲れるわ本当に。ういや本当にね、本当に大変なんだよ本当。バカのふりすんの、うん、バカのふりすんの本当に大変、うん、まあ一回一週間ぐらいしたら忘れんだろ、うん、1週間後また使おう、うん、地獄のミサはリアル版って呼ばれてたよニコ生の頃ニコ生の頃の俺とは地獄のミサはのリアルバージョンって言われてたよ。ふざけるのっつうかね、バカの IQ を落とすのって大変なのよ。IQ を落とすのって。ボケるのが下手。すいません。頑張ります。頑張ります。え、花火25発も飛んでんの？え、8発ぐらいだと思ってたんだけど。何？俺作業やって25発ももらってんの？その悪いお口で。あ、なんかすいませんでした。なんか悪態ついてすいませんでした。あ、8発ぐらいだと思ってたんで。なんか、本当に。大花火も上がってんな。わかった。メガホンシ煽ることにする。おい、メガホンシ今日調子悪いな、おい。おい、無課金ぜ、おい。とりあえずなんだかわかんないからメガホンシを煽ってみよう。おい、メガホン。メガホンどうしたんだよ、おい、今日。なあ、メガホンシさん、頼むよ。メガホンもないとマンスリー取れないんだよ、みんな。ありがとう。メガホン二つありがとう。わかんねえな配信ってな。本当に悪口言ったら25発って申し訳ないでしょ。見てる200人に申し訳ないでしょ。メガホンありがとう。あー、メガホンありがとう。みんなメガホンありがとうねえ。ありがたいね本当にね。メガホンありがとうたくさん、うん、メガホンありがとう。いや、ドルさん、キツネ枠無理だと思うよ。ドルさんは全く無理だと思う。ドルさん、無理無理無理。メガホンありがとう。でもね、はっきり言うけどね、ドルさんは絶対調子戻ってくるからね。今、たまたま、いろんなもん重なってうまくいってないだけで、保証するから。うん、大丈夫、大丈夫。配信者長くやってたら、調子いい時と調子悪い時あるよ。持ってるから、あそこにいるんでしょ？今のポジションに。大丈夫だよ。うん、メガホンありがとう。メガホンありがとう。パルパルは金にならないからメガホン投げるなって言ってた。あー、なるほど。俺メガホン嬉しいけどな、うん、メガホン普通に嬉しいでしょ。マンスリーが上位に行くだけでも配信者として結構名誉なことだと思うけどな。だからマンスリー圏外になったことねえからわかんねえんだよ。マンスリー圏外になってみろよ。惨めな思いしてみろよ。じゃあパルパルよ、パルパルよ、天狗になってねえかなあ。
お前、マンスリーランキング圏外の屈辱受けたことあんのかよ。俺はあるね。俺はあるよ。俺は先月、マンスリーランキングが圏外になった時に終わったって思ったよ。その時にメガホンね、メガホン師さんをバカにできんのかよ。メガホン師さんを。どれどれうるさい、あと。どれ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 ってどんだけ好きなんだよ、お前ら。うるさい、もう。NG ワードにするよ、そろそろ。もうね、さすがにね、毎日毎日、どれがこうだ、誰がこうだ、どれがこうだって言われてみろよ。毎日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 、どれがどれ、どれが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 、どれどれどれ、誰どれ、どれどれ、誰どれどれどれ、誰どれ、どれ、どれ、どんだけ好きなんだ、おめえら。どれのバーターじゃねえよ、こっちは。どれのバーターじゃねえんだからよ。どれ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 、うるせえよ、ほんとに。ありがとう。ハート40個ありがとう。いや、もうね、ほんとね、好かれてんだよ。愛されてんでしょ。いや、俺はいいよ、別に。俺は別に構わないよ。うん。そうなんだよね。いじりたいけど、いじらせないっていう典型的なタイプなんだよ。あのね、ボケ属性の人、みんなそうなの。ボケ属性の人って、なんつうの、いじるの好きなのに、いじられるの嫌いなんだよ。ボケなのに。何なんだろうね。何なんだろう。いや、マジでマジで。増やしたくて増やしてるわけじゃない。勝手に増えてんだよ。うん。増えてくんだからしょうがないじゃん。俺だってアンチ増やしたくないよ。じゃあ正直、俺とドルさんどっちが嫌いか書いて。二択。俺とドルさんどっちの方が嫌いか書いて。俺はいじられんの全然平気だよ。俺全然平気。ドルさんとワドだったらどっち嫌いなの？正直。いや、ワドかドレ、どっちか書いて。ワドかドレ。俺？嘘だろ。嘘でしょ。え、俺の枠なのにこんな感じなの？ここは和道だから。バカ。ここは和道だよ。ここは和道だよ。もう一回、もう一回、もう一回。ここは和道だから。和道、和道って書くの。和道。ここは和道って書くの。和道。いやいや、ひねらなくていいの。和道って書くの。全員で書くの。じゃあ、ひねらなくていい。ゆかちとかひねらなくていいの。ここは和道って書くの。あ、もうダメ。いや、そういうとこだよ。いや、そういうとこだよ。いや、そういう、ああ、もうダメだな。ドレリスはね、そういうところだな。うん。もう、あれ、ちょっと教育が必要だわ。分かってないな。いや、もうそういうとこだよ、ほんとに。うん。まあ、いいよ。育てよ。アンチを育んでいこう。アンチを育んでいこう。よりめハーツとか関係ねえから、今。いや、説明せずにその流れっていうか、ニコ生ではその流れになるんだよ、必ず。ニコ生では必ず、その流れに持っていけじゃなくて、どっちが嫌いなのって言ったら、俺の名前を書くんだよ。バカだなぁ。バカだなぁ、ほんとに。頼むぜ。コメント力磨いてよ、みんな。うるせえよ、ここはニコ生だよ。うるせえ。ここはニコ生じゃねえよ、じゃねえよ。ここはニコ生なんだよ。ここだけニコ生だから。うるせえよ。言わせねえよ。ここはニコ生だから。もう、今はなきニコ生だよ。今はなきユートピア。バビロン。バビロン。そう。ありがとう、メガホン。ありがとう。じゃあ、いや、ふわっちの運営さんは分かってる。俺がいるっていうことは、ニコ生のアンチを抱えることになるから。運営さんはきっと喜ぶはず。なぜなら、
ニコナム、ニコ、ニワン語を潰したいはずだから、ふわっちさんは。ふわっちさんは、やっぱり、ニコ生出身の配信者を優遇してくれるから。わかる？やっぱ、なまってくるよな。俺らもなまってきてるな。その前にふわっちが潰れる。ふわっちは潰れないんじゃないの？潰れそうに見えないけどな。ふわっち潰れると思う？潰れないと思うよ。あーごめんごめんみんなごめん。あー延長だから花火ちょうだい。もうすぐさ、もうすぐ2時間半だから。あーごめん延長代で花火ちょうだいみんな。延長代50円かかるの。50円かかるのみんな。延長代が足りない。アイテムください。花火ください。延長代ください。延長代ください。誰か。延長代。延長代、お願いします。もう2時間も配信やってるんで。花火もらってる？なんでバレたの？なんで気づいたの？気づいた？あ、気づいた？なんでわかったの？なんでわかったの？バレた？あ、もうこの手使えないの。いいよな、延長代くださいっつって花火もらえる配信者いいよな。あ、ダメ、これ仮想ナム主じゃないとできないんだ。あ、そうなんだ。あー、わかったわかった、うん、うん、そういう感じね、今日は、うん、バレた？アイテム非公開制度にすればいいのにな。収入がバレちゃうのやりづらいよな。そう思わない？花火がさ、もう表示されてるって、ねえ、いくら稼いでるかわかんないじゃん。バレちゃうわけじゃん。便所が羨ましいっつうかね、トゥクトゥクはずるいよな。俺ね、トゥクトゥクはマジであの人頭いいと思ったんだけど。俺、トゥクトゥクはね、クーってなってたよ。トゥクトゥクは頭良くない？あれ。なんかしかもさ、俺びっくりしたんだけど、便所さんは花火の用途をしっかりしててすごい。便所さんは配信のために、配信のために収入。何あれ、あの空気。あの人は企画の、私たちのお金を企画のために使ってくれるんです。すごくクリーンな配信者です。なんだあれ。みんなのトゥクトゥクじゃねえぞ。なあ。あれ、好感度も上げたよな。腹立つわ。好感度上げて収入150万でトゥクトゥク手に入れやがった。お前らのトゥクトゥクだ。なあ、お前らの、俺らのトゥクトゥク。みんなのトゥクトゥク。騙されてるだろう。騙されてるだろう、あれ。俺、超頭いいと思ったよ、あの人。汚ねえよ、ほんと。投げたの？トゥクトゥクに投げたの、うん、今月俺に一個も投げてないのに、うん、マジかよ。トゥクトゥクに投げてるやついたんだけど。だって、もんちゃんのトゥクトゥクだもん。違うでしょ。あれは便所さんのトゥクトゥクでしょ。違う、もんちゃんの。マジで？オーナーになっちゃう。オーナーなの？そう。違うでしょ。騙されてるでしょ。花火 やったらオーナーな。マジかよ。いや、好感度なんか気にしねえよ、バカ野郎。好感度なんか下げるためにあんだよ。バーカ。怖くねえよ、好感度下げんのなんか。とことん嫌われてやっかんな。おい、パルパルツマニャン？前世紀の俺知らねえだろ。怖くねえぞ、こっちは好感度下げんのなんか。なあ、俺開き直ってんだよ。バカが。ツマニャン、パルパル笑わせんなよ。なあ、ゴミって言われた男だぞ。なあ、ゴミの和道だよ、こっちは。開き直ってんだよ。嫌われてやっからよ。まずはツバニャンとパルパルこき下ろすぞ、マジで。叩かれるのは俺の役目だよ、ほんと。いや、もう開き直ってっから、もう。学祖学祖でいいよ、学祖で。うん。よりメーターとかねえから。
なんだそれ、花火が上がるほど目が寄ってくっておかしいだろ。うん、そうだよ。ゴミクズの王だよ、こっちは。ゴミクズの王。いや、爆走とコラボしたらね、正直ね、もう俺全部かっさらうと思うよ。全部かっさらうよ。あ、あったまきた、あったまきた。なんか、花火師にあったまきたから今からパチンコ行くか。なあ、好感度下げたくなってきたわ。今もらった花火全部パチンコで溶かしに行くか。なあ。なあ。全部パチンコで散財しに行くか、今から。いや、怖くねえよ。もう先月なんて言ったって県外だから、こっちは。先月。いや、もう好感度下げたくなってきたわ、もうだんだん。ここまでアンチコメントが多いと。パチンコしたいだけじゃん。じゃあ別のこと考えよう。じゃあ。よ、それは言わないで、リッセリン貯金のことは言わない。俺の全財産。それは言わないで。これは本当になけなしの、なけなしだからこれ。なけなしだから。ごめんなさい。このことには触れないで。これが俺の持ってる唯一の財産。わかる？やめよ。そう、コツコツ500円貯金してるのは言わないでください。コツコツ貯めてるんで、こっちは。コツコツ。うん。1万円でも大事な1万円だよ。リスナーさんからもらったんだよ、これ。企画に使うんだよ、企画に。企画に使うんだよ。32歳のリアルだよ、これが。これが底辺だよ。おい、安倍総理見てるか？なあ、何がアベノミクスだ、クソ野郎。アベノミクス？ふざけんじゃねえよ。これがリアルだよ、32歳の。頼むよ、安倍さん。底辺にもちょっと還元してよ、底辺にも。次企画っていうか、今日ね、Wi-Fi 契約しに行こうと思ってるね。うん、80万は溶かしてない。沖縄で使ったのは20万ぐらい。いや、安倍さん頼むよ、本当に。俺、自民党嫌いじゃないんだよ。で、安倍さんでいいと思ってんの。安倍さんでいいと思ってんの。別に。ただ、自民党で安倍さんでこれはちょっとねえだろうっていう。まあでもね、株価上がったかんな。株価はな。安倍さんよくやったよな、実際。いや、実際安倍さんよくやったよ。うん。そう思わない？実際アベノミクスで株価上がったのは功績でしょ。まあ、だいぶ日本の景気良くなったと思うよ、実際。うん。そう思いません？なんだよ、バカが政治語っちゃいけねえのかよ。バカが政治語ってじゃいけねえのかよ、じゃあ。Wi-Fi 契約できんじゃないの？いや、ベーシックインカムなんねえかな、マジで。ベーシックインカムなんねえかな。ライン。作戦？ん？誰だ？もしもし。はい、和道さんのファンです。あ、もしもし、ごめんなさい。音が小さくて、何ですか？和道さんのファンです。あ、ファンの方ですか？これはマジです。はいはい。あ、もう和道歴どれくらいなんですか？もしもし。和道歴は最近です。あ、え、何日ぐらいですか？どの配信見始めたんですか？
しもし。3ヶ月ぐらいですよ。ああ、3ヶ月ぐらい。何の配信がきっかけで見てくれたんですか？ファンになってくれたんですか？いや、僕も、最近配信を始めたんですよ。はい。もしもし？あ、もしもし、聞こえてますよ、こっちは。ちょっと待ってくださいね。はい。フロリダ？フロリダとか？月？もしもし？ちょっと待ってくださいね。あ、はいはい。ちょっと待ってください。はい。月かな？なんだろう。フロリダ？聞こえます？あ、聞こえますよ。すいませんね、ちょっと雑音が入りました。はい、はごめんなさい、今ちゃんと喋れますんで、ごめんなさいね、はい、突然電話して。はい、ファンということでありがとうございます。はい、なんていうんですかね、和道さんのを見て勉強させていただいております。おー、いや、勉強になんかなんないですよ、僕の配信は。いや、なりますよ、なりますよ。いや、だってアンチばっかりですよ。わかります。でもあれじゃないですか、こうやっぱり人気もありつつそういうのが増えてきますよね、アンチ。いやいや、人気なんかないですよ。そうですか。人気なんかないですよ、コメント欄見たらわかるじゃないですか。いやいやいや、それは、うん、ちょっと妬みも入ってると思います。いやいや、僕はそう見えますけどね。はい、僕もね、はい、このね、はい、配信を始めたんですよ、ここでふわっちで。そうなんですよ。でも僕はもうそういう、なんていうんですかね、もう言うたらフォロワーみたいな少ないんですけどね、はいはいはい、たまにしかやってないんで。はいはいはい。そうです、そうです。僕もちょっと視聴側もしてて、はい、勉強させていただいて、ちょっと頑張っていこうかなという感じですね。はい、ああ、まあでも正直働いてるんですよね、社会人の方ですよね。夜仕事やってます、僕は。ですよね。いや、配信なんてやるもんじゃないですよ、働いてて。そうですか。いや、もう これは働けない人たちの最後の切り札なんですよ、配信っていうのは。そうですよ。そういうつもりでやってるんですか。あ、そうですよ、プライド持ってますよ、俺らは働けないって。あ、なるほど、はい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 、はい、だって見てくださいよ、金梅さん、うなちゃんまん、どれの深夜食堂ね、和道、つばにゃん、パルパル、はい、3杯目光る、はい、鮫島、これ働けると思います？はい。まあ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 、いやいや、ね、まあ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 じゃなくて、まあまあじゃなくて、正直、うん、同僚にいたらどう思います？嫌です。同僚にいたらちょっと、まあまあそうですね、辞めたらって言うかもしれない。まあまあそうですよね、辞めたらってなりますよね。うん、だから働けない場所の、働けない人たちの最後の切り札ですよ、配信は。そう。でも立派だと思いますよ、うん、僕は全然偏見な目では見ないんでね。でも職場にいたらどう思います？ちょっとね、辞めたらって言いますけど、ね、まあまあそうですよね、そうですよね。そうですよね。まあまあまあね、うん、実際問題そう言ってしまうと思いますけど、うん、本音で話しましょう、本音で。そうですよね、うん、本音で、はいはい、配信者は もちろんあれです、うん、はい、はいはいはい、もちろん本音で語るつもりで、ちょっとね、ちょっとだけお電話させてもらおうかな、ね、全然語ってください、語ってください、本音なら大歓迎です。はいはい、わかりました。はい、本音で。あれですか、和道さんはふわっち歴はどれぐらいなんですか？僕は2016年の10月だから1年半ぐらいかな、1年とちょっとぐらいですね。はい。あ、そうな、そう、あ、そうなんですか。そうです、そうです。ははは、いや僕最近やりはったんかなと思って、すごいなと思って、まあ、入ってる人数とか見たらね、すごいんで、うん、いやいや、はい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 、全然最近だから、そういう人のとこは見させてもらったりしてるんですよ、本当に勉強がてらにね。はいはいはい、僕もやっぱりこう喋るのが好きなんで。いやいや、勉強って言ってるけど、何を学んでるんですか、配信者から。学ぶところなんてあります？このね、いや、学ぶとこあるんですよね、たくさん。じゃあ具体的に言ってくださいよ。まあ、これはもう僕の価値観で見てるあれですけど、うん、和道さん、うん、これ変な言い方じゃないですけどね、あ、変な言い方聞こえたらごめんなさいね、うん、和道さんにはどういう魅力があって、どういうふうに人を引きつけるところがあるんかなっていう、その、うん、もうやり取りをね、こと、うん、細かくね、うん、僕はもう見さしもうてるんですよ。だから具体的にどこだって思ったんですか？具体的に僕の人気があるっていうのは、あれですね、面白いですよ、聞いてて飽きない。
なんか感じです。なんかちょっと嘘くさいですね、なんか。いや嘘くさいと思う。いや、なんかそんなの言えるじゃないですか、そんな面白いとか。誰でも言えるじゃないですか。いや、言えるんですけど、いや、それはもうもちろん、個々みんな違いますよ。その大手の人とかでも、このなんかね、違います、内容的にもね。じゃあ具体的にどこが面白い、具体的にどこが面白いと思ったんですか。具体的にっていうとね、ちょっとね、パッと今言うとパッと答えるの難しいですけど、適当になっちゃったらあれなんで。でもね、僕が一番魅力的に面白く感じるのは、まあちょっと毒舌性ですかね。え、ちょっとこうなんて言うんですかね、難しいんですけど、うん、僕は分かってるんですよ、その魅力は感じてるんですけど、言葉にするとちょっと難しいんですけど、うまく伝えれないかもしれません。しゃべりが好きなのに。しゃべり、もう言ったらもう一国人さんもしゃべりですよね。違う、突然者さんはしゃべり好きだって言ったらしゃべり得意なんでしょ。僕ですか。うん、そう。得意というか、まあ、本当に本当に勉強になったんですか。なんか上辺だけじゃないですか。なんかそんな面白いんですよとか。これはもう、いやいや、何もそういうふうに言われても、うん、僕は本当に勉強になってるんで。どこが勉強。もちろんこのね。もちろんこうやってね、今電話するのもちょっとね、うわ、これちょっとかけたら失礼じゃないかな、配信中にちょっと失礼かな、いや全然いいですよ。あかんかな、ちょっとね、僕ほんまに、僕もこう、しゃべりたい僕、しゃべるのも好きな僕がこう引きつけられて、この電話を、もう今電話しちゃってるじゃないですか、こうやってね、LINE で。っていうことは、やっぱり引きつけられてるものがあるんですよね。いや、売名かなっていうのも、正直コメント欄で、売名なんじゃないかって。そういう疑い出てきてますよ、そういう。疑惑がかかってきますよ。そうなってくると。だって、その和道が好きだっつって、具体的に出てこないんですよ。和道の好きなところが。だからね、うん、本当にもう言うたら喋りですよ、うん、本当に喋りと、このもうリスナーさんとのね、そのまあアンチみたいなのもたくさんいてると思いますけど、うん、そうじゃない人もいてるじゃないですか、うん、ね、そのまあ僕はそのアンチみたいなそのやり取り、じゃあ信じていいんですか、突者さんは僕のことを本当に尊敬してるっていう風に信じていいんですか。もちろんそうですよ、うん、じゃあですよ、はい、じゃあ職場にいたらどう思うんですか。職場に、僕個人的にね、もうぶっちゃけて言いますか、さっきのちょっと、ちょっとすいませんけど、面白く言っちゃうつもりで、面白くなってないですけど、振りだから、振りだから、振りだから、うるさい、うるさい、聞いて、待って、それ言わないで、はい、うん、振りだから、なるほど、うん、天丼だから、なるほど、そうですね、うん、そういうことですね。はい、空気を読めと天丼だから。なるほど。いや本当に、ね、でもね、これはほんまに僕アンチでもないし、いや天丼だから。天丼わかる、わかります。今これ配信してるんですか。いや今音切ってるから、切ってるんだ、切ってくれてるんですね。こういうのは、こういう裏の話は放送に乗っけないから。ああ、うん、そうですよね、うん、今切ってるからミュートにしてるから。天丼だから、うん、天丼。そうですよね、ちょっと喋り変わりましたもんね、今。ちなみに突者さんは、じゃあ僕がね、職場にいたら、いや尊敬してるって言うじゃないですか、好きだって。はい、実際職場にいたらどうなんですか。好きですね、いいですね、僕は尊敬し、ダメ、やり直し、やり直し、スキルがない、うん、スキルがない、ニコ生からやり直し、はい、失格、ニコ生からやり直し、怖くないよ、アンチとか怖くないよ、うん、分かった？これがダメパターン、うん、そう、俺はダメ。最近のふわっちの特徴なんだけど、配信者に媚び売るんだよ、媚びを売ってすり寄ってくるんだよ、ダメ
で、今度アンチのパターンでトツかけてくる人も、そのネタがないのに突っかかってくるの。もう最近多いよ。すり寄ってくるか、むちゃくちゃに突っかかってくるしかないんだよ。うん。ダメ。やり直す。うん。ダメだよ。ちゃんと働く能力があるんだから、働く能力があるんだからダメよ。働く能力があるんだから。配信やっちゃダメでしょ。クズ、ゴミクズがやるもんだから、こういうの。誰が進んでさ、そんなさ、動物園の動物になりたいっていう人がいるのよ。社会に帰りなさい、社会に。うん。社会に帰ろう。あなたたちのいる場所じゃないんだ。うん。なつさんまに謝れ。もう謝ることなんかないよ。来月でニコ生も投げ銭始めるな。戻らないから、ニコ生とか。ニコ生とか戻らないよ。何回裏切られてきたと思ってんのよ。何回。もう無理よ。もう無理よ。ニコニコはだってユーザー大切にしないもん。そんな140万人解約し、今更投げ銭って言っても信用できるわけないじゃん。うん。いや、俺はだからニコ生やんないよ、もう。ニコ生もうやんないよ。あれ、ねえねえ、キーボードがさ、半角大文字になっちゃうのどうすればいいんだっけ？ナムロックだっけ？これどうすればいいの？これどうすればいいの？なんだっけ？コントロールを押しながらなんだっけ？なんだっけ？これナムロックは書いてない。CAPS ってどうやってやるんだっけ？カプスロックだっけ？カプスロック。これたまになるんだよな。え？コントロールを押しながら、カプスロックってどうやって外すんだっけ？これ、なんか大文字になっちゃうのどうやってやるんだっけ？ナムロックじゃない。キャプスロック。シフト押しながら？シフト押しながら？あ、外れた外れた。ありがとう。シフト押しながらね。ありがとうありがとう。うん。下向くな。うるせえよ。そういえばクリショ一時的に0円表示になった。いや俺全部0円だったよ。 3,4 万円分稼げてたのに0円って表示されて、もう裏切られたからもうやめたんだよ。もうやめたよ俺。0円って表示されてたもん。あんな裏切りないでしょ。じゃあたまになるから分かんないんだよ。たまになるからな。バカにしないでよ。分からないことをバカにするのよくないよ。最初はみんなわかんないんだから。クリエイターほら0点になってるじゃん。もうやんないよ。クリショー0円になってるもん。ふざけんじゃねえよマジで。全部何万円ってあったのか全部0円って表示されてる。もうふざけんじゃねえよマジで。やんないやんない。裏切られたから。ニコ生やんないっす僕。ニコ生やんない。いやもうやんないって。投げ銭なんか信用できないよ。やんないやんない。スマイル0円とか意味わかんねえから。
やんないやんない。ワドさん朝ごはん食べましたか？マック食べたよ。朝ごはん食べた。いや、ワドアクセのロゴは普通に漢字でワドって入れるよ、刻印。いや、訴えないよ、もう。いいよ、いいよ。うん。YouTube やってないね、最近ね。うん。YouTube 単体の動画上げてないね、実際。あ、フォローありがとうね。フォローありがとう。うん。朝マックだね。うん。広告なら確実？魔法のアイランド俺作ってないよ。俺がだって高校生の頃、魔法のアイランドサービスあったよ。だって俺が中学生とか高校生ぐらいの頃でしょ？魔法のアイランドサービス。バンドマン御用達のサイトだったんだよ。マフィン美味しいよね。配信外で金稼ぐ方法なんかもう無理でしょ？花火もらっていくしかないんだよ。花火もらってやるしかないんだよ。あとで写メ DM？ 何の写メ？いや、花火は上がるのは、だからもう、リスナーさんをトゥルーラブ。リスナーさんをビリーブ。今月いくら稼いだかは死んでも言わないね。仮想通貨1万円分だけビットコイン買った。花火あげるんだったら物を送る？あ、ポカリスエット欲しいかもしんない。粉ポカリのね、あの10リッターのやつが安いから、これ500円なの。今、運動するから粉ポカリのこれ500円だから、10リッタータイプね。あの1リッタータイプ高いから、これ送ってもらえると助かるね。なんか、ジム行った時大体1リッター分ぐらい使うから、これ安いんだよ。10リッターで500円ぐらいの。これ送ってもらえるとすげえ助かる。これ666のアイテム、うん、原宿の666パンクスだからさ鍛えてるよ今。腹筋バッキバキやばいよ。ボクサーだよ。腹見たら大体わかるんだよ、格闘技やってるかどうか。あ、俺 DMM は今のところ考えてないけど、アクエリアスよりポカリがいいな。ポカリの方が安いから。腹バッキバキだよ今。本気でジム行ってるから鍛えてる鍛えてる。完全にボクサーだよ。抹茶に塩入れたらいいの。ポカリは水道水で割ってるね。おお、マジだよ。バッキバキだよ今。うん、そりゃそうでしょ。だってボディ打たれた時に やられちゃうもん。腹筋鍛えておかないと。慎吾さんね、結構常に新しいものにトライするよね。まあ早い方がね有利だからね。腹見たいの？腹？いや、バッキバキだよ普通に。ネタにも何にもなんないよ。バッキバキだよほら、うん、うん、絶対負けないと思うよ、うん、いや捨て頃本気だからね今回。俺勝つよ悪いけど、うん、負けないよ、うん、バッキバキだよ。よく鍛えてるでしょ。横に割れてた。横に割れた。横に割れてるから。努力嫌い。努力大嫌い。努力嫌い。努力が好きなやつとか殺意湧く。まあいいや。じゃあもう俺も頭痛くなってきたからそろそろ終わりにするわ。みんなありがとう。花火たくさんありがとうね。フォローしてくれた人もありがとう。じゃあアンチちゃんもお疲れ。フォローありがとうね。お疲れ。楽しかったよ。
作業枠ごめんね。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。